横断山脈付近の衛星写真横断山脈は、中華人民共和国南西部の山脈。チベット高原の南東に位置し、四川省西部、雲南省西部、チベット自治区東部の交わるあたりを南北方向に、走っている山脈の総称である。東には、山脈が、西には、白女ヘシャゲミネが走り、北は、チャムド・カンゼ・バルカムを結ぶ線に達し、南は、 中国とミャンマーの国境地帯にあたる。面積は60万平方キロメートル以上。中国にある南北方向の山脈のうち、最も長く、最も幅広い山脈である。この地域は南北方向に伸びる終極山脈や峡谷が多数、縦断して並行しており、その山は高く谷は深い。漢族の住む中原やカナン。 四川盆地からの東西の交通を阻むように、横断して立ちはだかるように見えることから、横断山脈と名付けられた。横断山脈は、複数の山脈で構成され、その間に、多数の大河が流れる。東から、西の順に、山脈、大都下大雪山脈、宮尾港、砂路里山脈、金斎、暴港山脈、雲霊、乱走港、 ドサンドコー・コー・ハジム・ミツグ山脈、白女兵舎へ山脈が並行している。ここから、四水六甲などの章がある。横断山脈は、ヒマラヤ造山運動の時期にユーラシアプレートと、インドプレートが衝突して形成された、終極山脈である。大雪山脈の主砲ミニアコンカは、海抜7556メートルに達し、 横断山脈でも最高峰になっている。土山山脈の梅里雪山も名高い。金さえ、乱草坑、土坑の両岸は険しく切り立ち、典型的な部位時刻を成している。この三つの大河が並行する地域は、三つ平流と呼ばれ、世界遺産にもなっている。しかしこの地域は、土石流、地滑りがけ崩れなどの土砂災害が多い他地震も、頻繁に起こる。 中国でも主要な地震帯でもある。横断山脈は中国でも重要な非鉄金属の産地である。金斎、乱草鉱土鉱沿岸には100種類以上の金属が埋蔵されている。また吉枝花市一帯は中国で最も鉄鉱石の埋蔵量が多い地域である。横断山脈は水資源の面でも中国にとって重要である。金斎は 発水時の計算では、本流の落差が3000メートルにも達する。巨大な水量と落差からダムによる水の貯蔵や水力発電なども行われている。山脈はアコ山帯体信用樹林の深い森に覆われ、独特の豊かな生態系を成している。ありがとうございます。